はいどうも、宮本です。こんにちは。えー、っと、ついにクロコバス、クロコのバスケの最後のキャラ、カサマツが出ましたね。はい。ということで、全員出揃ったということで、最新のクロバスキャラ限定の最強ランキングをやっていこうと思います。はい。現在12人出てるんですけど、それを一人一人やっていこうと思います。では、やっていきます。まず、えー、っと、最下位、最下位12人の、12位は、クロコですね。 まあ、黒子はね、あの、無課金キャラとしては強いんですけど、黒、ま、子、あ、キャラとしては一番弱いですね。まあ、無課金なんでしょうがないですけどね。は、ま、い、あ。でも、良いところはファントムシュートがブロック不可で、結構入るんですよね。それが強いですよね。で、昔は鏡の相棒として結構使ってる人いたんですけど、今は鏡の相棒は光るっていうことになってる。光るの方が強いので、その面でもうね、使ってる人ほとんどいませんね。無課金税以外は。はい。で、第11位が、 犠牲ですね。犠牲はバーストでいろんな技が使えて楽しいんですけど、それ以外がレイアップとフェイダー、ダしかなくて結構弱いですね。はい、で、SF では、ね、完全にアキラっていう上位互換がいるんで、さらに使ってる人が少ないです。はい。で、第1一位、あ、第0位は、マユズミですね。マユズミは PF なのに3ポイント連打するしかない異色のキャラなんですよね。はい。で、 ま、あ結構その、スリーポイントが入るから結構強いんですけど、個人的にはあまり一緒に組みたくないですね。はい。ということで、前隅が10位ですね。はい。で、第9位は、片松ですね。まあ、ちなみに言ってきます。この、このランキングはもう完全に個人の意見なんで、あの、個人の意見なんで、あの、あの、大いに、あの、<laughs> 反対意見はあると思います。はい。で、第9位は、笠松なんですけど、ね、出たばかりで何とも言えないんですけど、あの、周りを生かすキャラですね。あ、周りを生かすタイプの PG で、なんですけど、あの、常にオフェンスの時に味方のスピードが上がるのはかなり強いと思います。で、キングとパイナップルを合わせたようなキャラで、それ以上に強いですね。はい。で、第8位は、え、赤紙ですね。赤紙は、 自分で攻めることができる PG なんですけど、結構あの、持ってないんですけど、難しそうですよね。使う人によって完全にあの、評価が分かれる感じですね。はい。で、第7位が紫原ですねで。紫原はリバーが強くて、あの、外のフォローもできるし、あの、かなり強いキャラだったんですけど、清志が出る前ではかなり強いキャラだったんですけど、はい。まあ、詳しいことはよくわかりませんね。<laughs> まあ、この位置にいると思います、た、た、多分 大体で、第6位は、の、えー、緑馬ですね。緑馬はやっぱりもうね、皆さん知ってると思いますがバーストが最強ですよね。必ず3点決めれるっていうのはかなり強いと思いますし、アウェイ戦術するときに現在でも最強カララですね。はい。でも、野良ではかなり使いにくいし、扱いにくいんですけど、固定で使うと今でも最強クラスですね。はい。で、えー、第5位は、清しですね。清しは、 リバ強いし、ゴール下のブロも強いし、ディフェンスも強いし、あとミドルと 3P 打てる現在最強センターですね。個人的に欲しいし、買うかもしれない、この期間中に買うかもしれないキャラですね。はい。で、次は、第4位が、え、鏡ですね。鏡は元最強キャラなんですけど、元最強キャラなんですけど、あの、新キャラって落ちてきましたね。はい。で、 えっと、味方にヒカルがいると、ブロックされても拾ってくれるし、今でもかなり強いんですね。はい。で、あと、バーストも強いし、ディフェンスも最強 PF の一人ですね。はい。ディフェンスも強いんですよね、考の場合はい。で、第3位が、青峰ですかね、やっぱ。青峰は、FS、PF なんですけど SF、SF の上位互換みたいなもんで、ミドルもダブグラもダンクもフェイダーもドリブルも強いんですよね。はい。 これを止めるのは至難の技ですね。はい。野良でも完全に強いと思います。で、でも点滴は個人的に夏木だと思ってて、夏木があるとフンフンがあるから、ミドルかフェイダーの選択肢に絞ら,れ絞られてくると思うんですけど、そこら辺を考えながら攻めるしかないですよね、青いネブは。はい。で、第2位は高尾ですね。まあ、高尾はもうね、完全にチードキャラですよね。レイアップが止めれなさすぎて、 強すぎますね、レイアップが。あと、バーストもすぐ高まって、何回もあの、最強レイアップが打てるんですよね。完全にこれはチートキャラです。これ1位にしようか、ちょっと迷ったんですけど。はい。ただ、あの、モーションがかっこ悪いんで、人気ないですね。あと、ヘイトを買い、買いやすいキャラなんで。はい。そんな感じで、第2位が高尾です、ね。はい。で、第1位はヒムロですね。ヒムロは、まあ、ま、あディフェンス側は、1人で止めるのは不可能ですし、絶対2人で対応しないといけないんですから、相当厄介なキャラですよね。で、 かなりプレイヤースキル問われるキャラでもあるんで、上手い人が使えば使うほど強いですし、下手な人が使えばあまりあれですしって感じですね。はい、で、現在、現段階で一番面白いキャラだと思うし、強いキャラだと思いますね。はい。まあ、以上が完全に個人の、個人的な意見ですけど、あのー、黒バスキャラの最強キャラランキングですね。はい。ということで、はい。これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。